たまシーカーじまいです。はい、今日はですね、この前リスナーさんと一緒に秘密のお留守番をやっておりました。その時にね、スイカでかくれんぼ逃げ切ったらかっこいいんじゃねって言われました。はあ、かっこいい。じゃあ小島っちも逃げ切ってみんなからかっこいいイケメン天才美少女って言われる。ヒヒ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 。というわけでやっていきます。無事隠れることができると思った人はチャンネル登録高評価もお願いします。んじゃあ行ってきよう。では行ってこよう。なんでや行かせてよ。プニ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 。よし、それじゃあ早速隠れていきましょう。普通はね、小さい食べ物で隠れるのがセオリーなんですけども、小島町ぐらいになるとこのね、でかいのでも隠れることができます。イケメンだしかっこいい。ちょ、邪魔邪魔邪魔。ネギ邪魔。ちょネギのせいで上行けねえ。待って、そこにしか行く場所がねえんだ。よっしゃよっしゃ。さあ登っていきます。小島町が目指す場所は、あれ、ここ登れたっけ。あ、登れた。ここの上です。よし、あれ、はよい、かんとやばい。くる。探偵卵くる。よし、いけた。よし。ああ、行こう。ここよ、ここ。ここはね、有名かな。よっしゃー、できたー。ん？なんか回ってね、大丈夫？どやー。わかったね。あと3分間耐えて、そのポーズで。よろしくね。まあ、早速これで小島町がね、イケメンっていうことが証明されるってことですよね。なんか動いてね。大丈夫？ちょっと待って、来てる。卵来てる。あー、びっくりした。あ、怖い。うまっ。一応、卵これ、来れるんですよ。来れるけど難しいんだよね。まあ、小島ちゃんイケメンだからさ、余裕で行ったけどさ、ダムがっております、卵ちゃん。登れるでしょうか？あんまり小島ちゃん画面動かしたくない。落ちそうだもん。来てる。落ちて。卵、落ちてくれ。うーし。イエーし。さあ、アイテム服を願うのは、果たしてイケメンなのか。あと20秒耐えてくれ、頼む。なんかちょっと落ちてきてね、スイカ。もっと上にいなかった、君。あれ、上くっついてなかったっけ。ちょっと待って、落ちろ、落ちて、お願い、やばい、やー、うそー。あと3秒じゃん。頑張ってのに、あの、探偵うますぎるやろ。じゃあもう一回同じ場所行くわ。果たして時間内にうまく登れるでしょうかね。難しい。頑張れ。まあ正直ね、探偵卵で行くよりかは簡単、スイカの方が。よしよし。オッケー。あ、ここで止まるんだ。はあ。で、さっき小島ってここ探偵来た時逃げようとしてジャンプしたんだよ。もうジャンプできなかったね。逃げるときどうしようかな、これ。横にずれた方がいいのかな。うん、さっき逃げたら多分行けたんだけどね。はい、あと20秒になりました。あそこに探偵卵がいます。残り16秒で登ることができるのでしょうか。やってきております。来ました。あ、もう一匹来た。さあ、あと8秒。来れるか。いや、もう時間間に合わないっしょ。よし。あっちのネギ取って、あっちのネギ、オッケー、いい、ネギ来た。26ポイント。はい、でかい食べ物だとポイントも高いですね。無事、逃げ切ったということで、小島町はイケメンってことになりました。終わるの早かったと思うから、別の食べ物でも挑戦してみよう。まあ、かごちゃんはまた同じ感じだから、君は、今度にして、他のでかい食べ物って言ったら、まあ、ケーキか、アポーパイだな。ちょ、パイ行ってみよっか。多分、パイね、あそこ登れないと思うんだよな。形的に。では、行ってきます。おい。またか。はい、では、やっていきましょう。ひっくり返っております。早速、ひっくり返っております。この子の特徴、ひっくり返っても動けるっていうね。まず、ここ登れる？登れなくない？登ってんのそれ。あ、登ってんだ。登ってっけど、ここ行ける？まあ、行けない方がいいんだけどね。あ、いや、行けなくはなさそうだけど。あ、行
けないかも。ぶつかっていけないのではこれ。ちょ飛ばしちゃった。あ、いけない。頑張ればいけるかもしれないけど、まあ、そこまでする必要ないかな。というわけで、パイで行きます。そこの上の間に来たら。うわ、いけないか。どうしよう。残り時間少ない。どうしよう。ここの間いけるかな。やばい。やばい。くる。隠れる場所がね、ここ入らんし、隙間。もうジャンプできないからな。裏に隠れるか。もう動けんよ、これ。あとはもう探偵次第だね。めっちゃ歩いてる。うわ、リンゴ目立つ。あ、これ直接ジャンプでもできる、いけるっちゃいけるらしいね。小島町見えるかな？お、うまいうまい。小島町見えてる？見えてるね。お、おにぎりすごい、そこ行ってる。そこ行くの難しいんだよな。あれ、めっちゃおるじゃん。いや、見えてる。いや、気づいてないか？他の子の方が目立ってる。ちょっと待って、今回何？みんなかくれんぼって知ってる？見えてる！動けねえ。終わった。他の子たちは？ちょ、小島ってどこに隠れるか決めよう。パイは幅が広いからな。隠れるの最近だって餃子がおすすめです。ここうまいな。次さ、こっちに行く？小島っち。上の方行こっか？それとも、このカゴの裏行けるかな？隙間入れんかな？はーい、終わりました。14分の10か。結構強かったね。じゃ、次隠れていきましょう。よし、行くぞー。ふい。なんかすごい飛ばされたんですけど。あー、隙間ちょっと無理だな。上行くしかないか。これ上行けるんかな？これ足どうなってんの？足見えないから超難しい。フランスパンがさ、あそこの上登れるんだったら、お、ちょっと待って、どうした？藤町も、あ、ちょっと待って、時間がない。5、4。無理ー。下に降ろう。ふぅ。ダメか、これ。探偵卵がこっちに登ってきたら、向こうに逃げよう。え？待ってよ。リンゴはあれ開けようとしてない？開けたらちょっと入りに行く？やっぱ来てる。移動しよう。よし。ヒューン、スタート。お、ちょっと待って、なんで卵戻ってきたの、あいつ。やばい、卵戻ってきやがった。どこ行こうとしてる？どこに逃げよう。この間行ける？行けないか。今、卵どこおるかな？ここに隠れとくか。目立つー。そこにいるね。そこと向こうにいるから逆に逃げよう。で、上に行けるかな？いや、こっち来てる。おい、リンゴバカ。バカって言っちゃった。おい、リンゴのせいで見つかるやないかい。もう見つかっただよ、これ多分。ああ。見つかったー。くっそ。上の方が良かったんかな？いや、でも、もう一匹のフランスパン捕まってるっぽいから。ちょっとパイ無理せばない。おーし、よし。早い段階でこっち来れた。ちょっとね、今ね、こっち町思い出した場所があってさ、あそこだったら、うまく登れたらいける。行くのが難しい場所ですね。ネギとかフランスパンだったら、割と簡単に行ける場所。なんでみんなこっち来んの？こっち町のファンか？そうかもしれん。よっしゃ。間に合い。こっからジャンプして向こうに乗る。ほっ！お、ジャンプできねえ！え、逆って、逆ジャンプできないの？やばい、時間がない。アップルパイ隅っこに隠れます。登ることは諦めました。卵が来ました。完璧に見つかりました。無理！はーい。といったところで今回ここまで。スイカはね、まあ、無事逃げれたんだけど、アップルパイは難しかったねー。もしもアップルパイに余裕逃げれるっていう人いたらね、ぜひコメントしてどこに隠れたかまで教えてくれると嬉しいです。そろそろアップデが来る気配
何が来るんでしょうかね。その予想もぜひコメントしてみて。それではなーやねー。ちなみにこれもう動けなくなっております足片放置できなくなった。